メンバーの誰に最初に見てほしい？一斉に一斉に見てほしいです。プーちゃんって呼んでいいですよ。プーさんですから。キュンです。みんな優しい。本当にそう、なんかね、最近特にメンバーの優しさというか、めちゃくちゃ身に染みます。いつも本当に最近特にそうです。俺もショールーム見てるよ。ありがとうございます。今見てくださってる。写真集が決まった時の気持ちなんですけど、昨日ブログも、写真集についてのブログも更新して、そこにも書いたんですけど、初めにお声をいただいた時は本当に自分でいいのかなとか、今出すべきなのかなとか、すごいいろんな不安とかもあったり、本当に正直断った方がいいんじゃないかぐらい思ってたんですけど、そうですね、やっぱすごい自信がなくて、自分に結構その時期が、なので、その時に多分それをそばで見てくださっていたスタッフさんから、ほのには自信をこの写真集をきっかけにつけてほしいっていう言葉をいただいて、挑戦してみようと思って始めました始めましたというか、自信作だよ。嬉しい。パチパチパチ、ありがとうございます。挑戦した初めての数々そう、でも今回の写真集でいろんな色、初めての挑戦をさせていただいて、それこそ水着だったりランジェリーショットとか、お風呂カットっていうのかなとか、まあないじゃないですか、写真集ならではだなって思うし、そこにもすごくこだわったので見ていただきたいですね。いい写真になったんじゃないかなって思います。愛称ホノス、ホノス、そうですよね、確かに。そのこのさ、ツイッターもホノスファーストやし、そのツイッターのなんていうんだ、文章とかもホノスってなってる。あ、そうそうそう、それでツイッターの企画を今やってて、ホノラジだっけ、ホノラジっていう、ホノラジっていう企画を今ツイッターでやってまして、質問、お悩み相談かなを募集しております。あ、タムラジだ、ごめんなさいここはホノスじゃないんですね。タムラジだ、そうそう、タムラジやってますので、お悩みホノス聞いてで始まるお悩みを今ツイッターで募集していますので、ぜひ送ってください。あ、3万人突破だって、わーい、3万人の皆さんありがとうございます。バイバイ、イエイエイ嬉しい。そうそうそう、送ってみてください。答えます、答えれる限り。最後に写真集の見てほしいところは、本当にこだわって作ってで、今回衣装とかも、こんな衣装がいい、こういうイメージがいいっていうのをいろんな画像を検索してめっちゃ送らせていただいたりとか、こういう全体の流れにしたいとか、コンセプトとか、本当に本当に話し合いをたくさん重ねてできた一冊なので、なんだろうな、写真
もそうなんですけど、そのなんて言うんだろうな、その奥というかストーリー性とかもあるので、そこにもぜひ注目して見ていただけたら楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。全部でしょ。そう、全部です。本当に自信を持って、自信を持ってお渡しできる写真集ができたんじゃないかなって思っているので、ぜひ見てみてほしいです。これから先も多分本当にいろいろまだまだ解禁されてないので、昨日とかですよね、発売しますって言ったのが。だからこれから先全然もういっぱいいろんな情報があると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。こちらからたくさん情報あると思います。はい、では桜坂46の田村写真集8月17日発売です。ぜひ見てください。ごめんなさい、ちょっとボロボロでしたね今日ごめんなさい、もうちょっと次回はもうちょっと頑張ります。ありがとうございました。ありがとう、おめでとうって嬉しいです。本当にありがとう。皆さんもゆっくり休んでくださいね。ありがとう、寂しい、ごめんね。また絶対します。じゃあまたツイッターやらなんやらブログやらトークやらでお会いしましょう。またね、バイバーイ。ん？切れた？切れてないな。うん？あ、ちょっと待ってくださいね。